こんにちは。マイネイル右手を新しくした時の動画です。プレパレーションが終わってネイルプレップを塗ってから、まずベースジェルを塗っていきます。ベースジェルはすごい、私これ自分の爪の時に愛用しているんですけれども、ベティジェルというブランドから発売しているスティッキーベースという、こういうマニキュアタイプのボトルに入っているジェルになります。なので右手を塗るときは利き手ではない左手で塗っていくので結構難しいんですけれども、こういうポリッシュタイプのボトルに入っていると自分の爪もとっても塗りやすいですよ。まずは5本ともベースジェルを塗っていきましょう。そして今回カラーに使ったジェルなんですけれども、こちらは気まぐれキャットというブランドから発売しているさざ波というカラージェルになります。そしてこのさざ波のすごいところなんですけれども、こちらもねマニキュアタイプのボトルに入っているので、まず使う前にしっかり振ってもらいたいんですけれども、こうやって普通に筆で塗っていくだけで表面がデコボコしてきます。なので例えばさざ波の白を選んでもらって、ベースにブルー系のカラーを塗ってもらうと、自然と波の模様みたいに表面が弾いていきます。二度塗りでしっかり色をつけていくので、一度塗り目の時点ではベースのクリア見えてしまっていても大丈夫ですよ。塗った後に時間を置けば置くほどこの穴がどんどん大きく開いていくので、5本でバランスを整えたかったので、1本1本塗って硬化して塗って硬化してというふうに一度塗り目は塗っていきました。二度塗り目をしていきましょう。二度塗り目で地爪のクリアが見えないように塗っていきます。この塗ってる最中からもう表面がねデコボコしてくるの分かると思うんですけれども、この表面がなみなみっとした模様にはなるのに、あんまりデコボコしないです。なので後でトップコートを塗る時もとっても楽ちんですよ。このブルーがとってもね皮みたいな雰囲気が出て可愛いなと思って、こちらのお色を今回選んでみました。二度塗り目の時は2本同時で塗っていきましたよ。表面の模様の具合がお好みの時にさっと素早くライトに入れて硬化をしてくださいね。他の指も塗っていきます。この時小指修正しようと思ったんですけれども、どうやら一度塗り目の時に流れたまま硬化してしまっていたみたいで、ちょっとねウッドスティックで二度塗り目の時に直せなかったので、二度塗り目を硬化してからマシーンでグリーンポイントを使って削っていきました。ワンカラーでもとっても可愛いんですけれども、もう少し奥行きのあるワンカラーに仕上げたかったので、クリアブラックを根元からグラデーションしていきました。グラデーションするときは今回使っているこのプリジェルのフォーム筆という筆なんですけれども、通常のスクエアの筆と違って先端にかけて毛量がついてあります。なのでこの毛先のところ隙間があるので、グラデーションするときにふわっと綺麗にこのグラデーションとっても作りやすいのでおすすめの筆ですよ。
少しこのねクリアブラックグラデーションして根元に入れるとワンカラーなのにとっても奥行き感が生まれるので、こちらもおすすめです。実際にサロンワークの時にダークめのカラーを少しワンカラーだけど奥行き感出したいなという時にも実際にしています。最後トップジェルを塗って完成させていきましょう。このね、見た目的には表面デコボコしてるんですけれども、実際は結構ねつるんとしているので、通常のトップジェル表面に塗ってもらうだけでかなりねもうデコボコ感はなくなります。仕上げは私がこのツヤ感が大好きなノンワイプトップを塗って完成をしていきます。最後指周りをしっかりと綺麗に拭いたら完成です。実はこちらのネイルもですね、この間ご紹介したサーホーの映画でプラバースさんが最後に着ているスーツの色をイメージしてみました。なので右も左もとってもお気に入りなサーホーネイルになりました。見てくれてありがとうございます。またね。